足が痛い、内臓が痛い、こんなんみんなやってるのすごい痛い。ファイト一生懸命走ってぐちゃぐちゃな感じに乗ってる男って男女問わず年齢関係なくかっこいいなって思うから、自分もそういう人になりたい。やる気、元気、盛り上げ、よろしくお願いします。なんでみんな照れてるんですか？なんか本人がいないんで、はい、本人がいないんで、はい、全員めちゃくちゃ声ちっちゃかった、はいはい、声張って言われてたのにな、はい、本人に失礼やな、はい、ね、本当に申し訳ございません、盛り上げ。本人は今日足ちょっと見てもらってから来るということで。大丈夫ですか？心配なんですけど。若干負傷してます。大丈夫ですか？少し遅れておりますが、来ますんで後ほど。お願いします。今日はハーフマラソンでございます。もう本場の仕上げの段階に来ましたね。どうですか、十田先生、いけそうですか？いやでも本当にこの前の練習も非常に良かったので、だから今日も気持ちいい感じで、ほんま意識して走ればいけると思うんで。頑張りましょう。ただ今日は一つちょっと残念なことに、桑形さんが足痛くて走れませんと。すみません、申し訳ないです。大事を取って、はい、足をめっちゃ走ったね。やられちゃう。トレーニングしてちょっとオーバーワークだったのか、あとは十田君の前回のトレーニング気合入れて、やっぱやればやるほどっていうのもありますけど、やっぱ怪我ちょっとやっぱ怖いね。そうですね、うん、練習頑張ってたからな。いや、うん、ほんまにもどかしい。大丈夫大丈夫、でも焦らんくても大丈夫大丈夫、うん、今までやってるからちゃんとね。はい、なので前回のタイムトライ5キロのタイムトライアルで1位だった桑形さんがまさかのここでハーフ参加せずと、そしてぶっつけ本番になるとうん、ちょっと休むのも根性して、休むの根性で行こう。いい名言だね。全力で応援します。頼むよ、応援する。今日は頼むよ、チームやから。はい、それでは皆さん頑張ってください。お願いします。はい、はい、レディーゴー。オッケー。ちょっと声かけられないわ。ゴー。道に吹いても言わんかったよ。本当に何ですか。元気なのは今だけでした。そう、今だけ。喋ってんの今だけ。初ハーフやもんな。やっぱハーフでも初めの何キロかは。ジョグで体温める時間作ったのですか？最初の5キロやな。わかりました。本番も絶対そうなるから、本番想定した感じで。わかりました。いいこと。あんま突っ込みすぎない方がいいですよね。そうやな、最初な。ね、うん。いい感じで。ちょっと遅いですよ。ちょっと本番のジョグみたいな。本番のジョグしてた。やばいやばい。ね、はい。本番やと思って今日は。本番。マッチレースですかね、これね。そういうことね。はい。素晴らしい言葉やね。はい、マッチです。マッチです。マッチです。いやー、緊張してるな。緊張してる？緊張してる。なんかもう、20キロ走ってる感覚じゃないんやけど、今。ポジティブな方がいいよね。うん。なんか10キロの時は10キロがってなったけど、20キロってなんかもう長すぎて分からん。未知の領域にね、入りますね。そうそうそう。これ最初にいっぱい喋った感と、あともう終わっちゃいますね。せやな、静止画みたいな。後半だな。そういけるけど、死にそうな顔でね。そう、5キロの時ほんまひどかったね。いや私もあんまひどかった。なんかココロちゃんは結構ファーって感じで、なんか日中は走りたかったですよ、ほんまに。お二方とね、森脇さんもそうですけど、スタッフさんもそうですけど、一緒にやってきて、なんかここで故障かっていう大阪マラソンを目前にして、ほんまにこの申し訳ない気持ちと、早く治りたいし、いつ治るんか分からへんか、その焦りといい、すごい葛藤があるんですけども、やっぱり一緒に走りたいですよね。2人だけしんどい思いして、私だけこうやって。タックしてしまってましたけど、向かい風がこの前強すぎたよ。あやばい、本当すごかったですよ。レベチでしたね。顔面が押し出されてるね。いいね、いいね、一人占めだね。いい今回もういよいよ大詰めの練習でハーフマラソンに挑戦してもらっています。森脇さんはね、ちょっと今日今
足をちょっと今整体さんというか、まあちょっとストレッチして、まあちょっと見てもらっているという状態で到着遅れておりますが、やっております。さあ1周目、まあやっぱり最初は様子見って感じやね。2人ともペース作りながらずっと走ってる感じですね。どっちが仕掛けるでもなく、どっちが速いとかでもなく、まあ割とこう最初はアップがてらの5キロと言ってましたけど、まあ結構本当にそんな感じになってますね。まあ今はまだ楽しく余裕ある感じで走っております。YouTube のコメント欄でいろいろアドバイスもらって、でこうそういう言ってくれてはるのもちょっとずつ取り入れられたらなって。ああそうやな、コメントでアドバイスもらってるの、これハマったらめっちゃいいもんね。うん、はい、もうすぐ2キロ、2キロ。なんか頑張れ以外にそうやって、うん、こうめっちゃ良かった、ここの部分が良かったとか、うん、こうしたらもっと速くなるんじゃないとか、うん、言ってくれはるのってほんまにありがたいなって、うん、でほんまに思ってくれてるってことだよね。応援してもらえるって嬉しいですね。この1キロ5分4秒。おー速い、いいペース、いいペース、できたら最高ですね。いいペース、いいペース、キープしたい。確かに走りやすいな、大阪城。確かに走りやすいですね、公園に入った瞬間に。やっぱりなんか人がいるからこそ見られてるし、頑張ろうって。わかるわかるわかる、こんだけ人あったらね。うん、あ、ごめん、西出さんがもう楽しなって君たちを取らなくなってたもう足が軽い軽い遊んでくれまた。もうすぐ桑形さんが待ってますよ。よっしゃ、頑張れる、ね、スポーティーですね。はい、いいですね、本当にスポーティーまあスポーティーですね。スポーティーですよ、間違いないですね。間違いないよ、相方さんボケてますよ。今ボケてた今の、うん、ガチ真剣あ、かっこいい、あ、いい、開いた、クワちゃん、いいね、いい練習練習、あ、かっこいい、あ、いい、開いた、クワちゃん、いいね。本番も入った入った、ペットボトルでやってな、無理や、起きんかった。こまめに取る練習はしといた方がいいよ。はい、開いた、おお、ね、いいね、いいね。今日は給水のね、練習をしてる。そう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 、本格的ですね、やっぱり給水を取ると絶対こまめに取ったほうがいいから、こまめに一気にまずね、こまめに。いや、でも本番ってなると給水とかも減ってきますね。今までは突っ込み練習やったから。そう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 、逆に言うとこのペースが楽になってると思うんだよな。いや、楽ではない。楽ではないんかい、はい。そこにさ、桑形は西出と銃弾の飲み物を用意してくれてなかった。確かにまだ認められてないかもしれない。もうすぐ5キロよ、はい、もう5キロ、あ、すごい早い、ま、いけるね。あ、いいよいいよ、軽い軽い、このまま行きたいですね。このまま行こうこれランナーの皆さんもぜひこのハーフやってほしいね。やってほしい、同じコースでね。めっちゃいい練習になりますね。でもちょっと登り坂ですね、あそこ。さあ、そして2周目、まあまだでもちょっと余裕はあんのかな。まあちょっと未知のね、ハーフって距離なんで2人とも探りながら走ってるような印象です。ただまあね、どっちかが仕掛けるのか、ちょっと長谷川が前に出るシーンが増えてきたかなと。前回ね、桑形さんが優勝、そして長谷川瀬尾と、まあ、瀬尾ちゃんがちょっと悔しい思いをして、
まあ、ちょっと前回ね、ちょっと扁桃腺が腫れてもう思いっきり病み上がりの状態での参加でしたが、まあちょっと悔しい結果に本人後々落ち込んで若干シュンとなってたんですけど、あの今朝会ってどうなんせよちゃんって聞いたら、今日はやりますよと密かなる決意をした目をしてたんで、まあ、ちょっと今日のせおちゃんは結構こう行くんじゃないかなという感じで、ただまだ今は長谷川が前を先行している状態です。さあどうなるのか、この2周目面白くなってきましたね。そしてジッテリンジの2人がクワガタから全く給水をもらえないという若干の愚痴を、あの2人は水も飲まず食わずで永久に走り続けられると、全員が持っているむちゃくちゃな存在になってきていますが、まあ本当に十田先生もエナジー君も3人のこと応援してくれて一番支えてくれてるんでね、皆さんよかったらジッテリンジの2人の企画もなんかいいの思いついたら考えてもらえたらなと思っております。あの走り自体は、はい、軽くないんですか？あのね、見てて軽いように思うんですけどね。まず長谷川ちゃんは、はい、もう上半身の腕の力でグイグイいくタイプ。はい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 、はい。テオちゃんはもうピッチ。で結構両極端やんけど、二人とも非常に。こうやって同じペースで走ってても、うん、フォームというか走りスタイルが両極端ってことですか？そう。すごい、これ見応えありませんか？これで、そうそう。テオちゃんめっちゃピッチの。そうです。ピッチなんですよ。で、長谷川ちゃんは、まあ、上半身の力、腕の力でグイグイスタイプ。確かに。ああ、めっちゃ後ろ引いてますよね、腕振りは。そうそうそう、いいの、いいね。次です。次やな、次ですね。ちょっと次は言わんといて、まだ心得てんだ。次出してくるかどうか見たいから。いや、まだ認められてないんじゃないかっていう、ジッテリンジが認められてない、我々。おー、なるほどね。すごい撮り方、プロランナーカメラマンや。やっぱりちょっとずっと同じ角度だとなんか絵が持たないなっていうのがさ。ありがとうございます。プロランナーカメラマン発展がプロランナーカメラマン。いいですね。おー、来た、ありだという気持ちを吸い込んだら、お、ペース上がってるぞ。よっしゃ、ちょっと給水や。給水、ええペースやで。ハイトハイト、いいペース。ちょっとペース上がってきた。上がってる。じゃあ、ありがとうございます。いや、いいね、いいね、いいね。どうぞどうぞ。お水な、お水な、お水あげちゃった。お水ありがとう。3週目で認められるか。3週目で認められるか。もうカラカラなっちゃうし、次次ちゃんとちゃんといいわ。え、ちょっとあれやっぱりなかった。はい、やっぱりまだあるんですよ。2週目じゃまだ認められないからね。3週目っすよ。なんか言いたくなった。あの2人にもお飲み物を。そういうこと、そういうこと。ちょっと次、次、そうですね。そこでちょっと離れたいよ、飲み物。全く悪気なくやな。そもない。私、長い距離走ったら絶対どっかで気持ちよくなる習慣があるんですけど、はいはい、まだ来ないですね。まだ来てくれない。あれ、なんか求めたら遠くなるから。あー、なるほど。勝手になってる感じ。考えすぎない。うん、まあ、確かに無心で走ってる方が。そうそう、いいですね。来たみたいな。あ、まだペース落とされてみたいな。ねえ、マリオで言ったスターの。そう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 。いや、なりたい、早く。なあ。さあ、そして3周目、まだまだ余裕あんのかな。半分、これで半分って感じですけどね。ペースはずっといって、まあでも3周でね、もう10キロ過ぎるわけですから、それをずっと一定のペースで走れるというだけでもなかなかの成長じゃないかなというふうに思います。まあ
すごいな、まあ、ちょっといつもと違う大阪城公園が、あのホームページにも載せている 3.5 キロというロングコースになっておりますんで、まあここでこんだけ激しい戦いが行われていることをおそらく誰も知らないし、なかなかちょっと大変なレースになっておりますが、まあね、やっぱ住宅も言ってたけど、ハーフは一回どっかでやりたいと、まあ、やっといた方がいいだろうという中でのハーフマラソン、結構しんどいと思うんですが、2人も頑張っていますね。足が取れてきました。すごい、足してる。そういう時はね、足を使わずに、はい、今まで通りの腕振りで、そう、そうだ、しっかりうまく上半身を使ってね。はい、そういいよ、ゆったり来てる。これあの10キロちょっと早く来てたからな。そうですよね。それでこのまま行ってるから、でもいいと思う、すごい。このまま行きたいです。うん、何ラーメン好きだ。私ですか。うん、天一のラーメン。天一。うまいな。待って、前にランナーおったら、あの人をこう捕まえるのをイメージして、やってったら、なんかいつの間にか時間が結構過ぎるんよ。もうやってみます。うん、ランナーさん多いからありやすい。そうそう、目標にして。気づいてくれた。見てます、いただきましたよ。嬉しいよ、嬉しいな、頑張れな。あ、そうちゃうかなって感じだ。嬉しい、いいよ。こういうエネルギー交換いいですよね。最初セオちゃん見て、あ、そうかもってなって、次長谷川見て確信したって。嬉しい、全然集中しすぎて。あ、いいやん、大事なところが。全然いい、全然いい。嬉しいですね、でも。はい、もうすぐ9キロ、いっぱいだ。前の10キロがありへんぐらい長く感じたけど、ああ今も9キロ勝ってますから。ああ、ほんまやな。そう前10キロでちょっとああ打てて、はい、それだけ強なってるってことね。ペースあんま変わってないからね。なんか今安定してるな。ここに来てやったです。うん、このまま残り半分ちょっとですね。うん、頑張りたいです。この YouTube 養成所の人たちを見てくれてて、おすごいねって言ってくれたら、早くなくてすごいねって言ってもらったから、お仲間が、仲間がだから、こう期待に応えられるように、もう応援してくれる人がおるやないか。はい、養成所の中ではほんまに応援してくれるから、みんなやっぱ頑張りたいですね。いいですね。あの森脇さんもやっぱり感謝感謝言うて走ってはるやん。はい、やっぱそういうなんか周りの支えを常に感じながら、一人で追い込みでやったり、きつい競技やけど、はい、そういう支えられての今のランがあるんだっていうのは、やっぱり大事なとこだよね。はい、バイトー。父ちゃんはこの感じでずっと一定で、前の10キロも結局最後は1位になりました。そして長谷川さんとの差はまたちょっと開いて、今長谷川さんは20メートル後ろぐらいでしょうか。前のランナーさん追いつくで、もう行ってる間に。
おーおーおー、レオちゃんがちょっと先走った。そうですね、さっき。まあでもその前見てあんま焦るっていう気はせんでいいんじゃん。自分でまあハーフを走り切るっていうのも大事なところですしね。ただペース落ちてないから。あの待ってたで、申し訳ない、待っててんけど、全然申し訳ない。認めてくれるかな。シャーベは、ちょっとお茶飲みます。ココロちゃんが認めてくれた。ココロちゃんが認めてくれた。半分ぐらいですね。半分も超えたよ。超えた、あっという間。さあ、そして4周目入りました。まあ、今のところほとんど差はなかったんですけれど、ここに来て、お、瀬尾ちゃんが仕掛けた感じですね。あー、やっぱ溜めてた。今日は絶対負けへんぞという、なんとなく朝から決意をにじましていた瀬尾ちゃんがここに来て仕掛けた。さあ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 、長谷川との差も結構広がってきて、あー、やっぱ強い。前回ね、マクワガタが優勝したとはいえ、長谷川さんが結構前半引っ張るとでね、まあやっぱ長谷川の強さというのは、やっぱあのメンタルというか、やっぱ自分が引っ張りたい、今までいいとこなかったから見せ場作りたいっていう気持ちで、やっぱりあんだけ走れるっていうのはすごいなっていう、まあそれがやっぱ長谷川の強さやなというか。もうクワガタ瀬尾はもう負けたらめちゃくちゃ悔しがるというか、負けず嫌いなんやろなという、仲いいですよとかって言いながら、本当は多分死ぬほど負けず嫌いな2人。まあその2人がね、本当に順位を1位になったり負けたり勝ったり、本当繰り返しながらずっと切磋琢磨してきて、まあ今回はちょっとね、まあクワガタさんが残念なことになりましたけれど、まあその分まで瀬尾ちゃん長谷川が8キロぐらいですか、頑張っていると。集中してください。今11ぐらいですよね。今で1時間経ちました。え、早いですね。いい顔してるよ。はい、ナイスフェイス。知れることに感謝しないと。いい顔してるよ。ありがとうございます。ナイスフェイス。ナイスフェイス。ちょっと気持ち楽にしながらスピード感を感じていきましょう。はい、前2人います。前にランナー2人います。一人一人捕まえていこう。はい、1人 OK。 化粧は例えばちょっと崩れてこようが、はい、メンタル崩れてませんよと。はい、化粧は崩れてるとこを見せるためにしてるんで。あ、かっこいい。崩したねのもう。はい、こんだけ崩れるまで頑張ったって勝負じゃないですか。いいね。だからいや、それ今ちょっとマジでかっこいいと思った。今かっこいい女性ですね。崩れなんぼやねんと。どんだけ汚い顔になってもやっぱ森脇さんってめっちゃ一生懸命走った後、はいはい、ぐっちゃぐちゃの顔されるじゃないですか。あ、それめっちゃわかるわ。でもその顔やっぱかっこいいなって。かっこいいもんね。思います。人間的にほんまにかっこいい顔。爽やかに走ってる人ももちろんかっこいいけど、うん、ほんまの一生懸命走ってぐちゃぐちゃの顔になってる人って男女問わず年齢関係なくかっこいいなって思うから。英語で言えた。自分もそういう人になりたい。英語で言えた。来ました来ました。1時間9分27、28、29、30。
今1時間9分30秒でペース上がってます。入ったあ、これ4周終わり。ハイドいいペース、いいペース、腰も落ちてないよ。めっちゃいい感じ。フォームも綺麗、いい感じです。給水の練習行こう。当てらんでええよ。いいよ。うわ、箱根駅伝みたいや。これなんで箱根駅伝だ。ペース安定してます。一定のペース、あと2周やからペース上げていきましょう。あ、いけいけいける。フォームも綺麗、フォームも綺麗。笑顔で楽しんで。あと2周デイリー言うてて、デイリーデイリー言うてて。オッケーオッケー。食べて今伸びた。今日1時間だいぶ伸びました。さあ5周目に入りまして、瀬尾ちゃんがぐい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 と長谷川を引き離しております。朝続くよ。ここ一番坂きついから、こっからが痛い。いける。痛い。やばい。あれ、このラーメン食べるんだろ。ラーメン、よし、ラーメン、よし、いいよ。お、早かった。登りや。ちょっとあの何この歩数ピッチをちょっと上げたり下げたりしてもちょっと変わるかも。あ、うん、なんかストライド伸ばしてみるとか、もっと短くしてみるとか。ずっと一定でいってるからちょっとリズムを、まあ、そうそう変えた方が。私ね、自由のズボンね、ハイウエストのズボン M サイズ入るようになったんですよ。お、痩せた。わからんけど痩せたんや。痩せたと思う。走っててやっぱ痩せるよね。痩せる。多分引き締まる。体重は減らんけど。うわ、だいぶ差開いてるよ。早っ。あっ、もう半分以上いってんだよ、上で。はい、なんか不思議です。いや、俺でもハーフになったら長谷川勝つかなと思ってたけど。いやー、わかんないですよ、ここまで来て。いやいやいや、だいぶ差は開いてるけど、でもこのままもう、ね、これでいったら5周でラスト 3.5 で終わりよ。あと1周ですか。あと1周。よかった、タイムを言ったって。よし、ラスト1周。ラスト1周、ラスト1周。行きます、行きます。よかった、タイム何番。はい、いいよ。5分切れるよ。5分遠いぐらい。やっぱ給水した足も。そうなん。胃が急に切ってない。多分長谷川がもう多分見えてくるぐらいと思います。2時間切れば十分。めちゃめちゃ遅れてるってほどじゃないです。はい、でも2時間切れたら十分。いや、長谷川も2時間は全然余裕やと思います。はい、1時間50分ぐらいじゃない。すげえやー。よっしゃー。お姉さん行きましょう。はいだーい。お姉さん行きましょう。はいはいはい。肩難しい、肩難しい。いや、うまく飲めないんですか、長谷川がずっとずっとうまく飲めないんですよ。いいフォーム、いいフォーム。よっしゃー。ラストラストラスト、一緒。はい、楽しんで、ラストは。はい、ラッキー。2時間切れば十分やで。2時間切れば。あ、もう一周。やった、もう一周。もう、はい、そんな焦らんでで。
いいね、逆光で美しいよ。天気が味方すごいですありがたい。すげえ。そんな早い。すげえな。じゃあキロ5分かよ。なんで長谷川さんも長谷川ちゃんが45、50分。1時間50分切れそう。俺は大体もう2時間切れば十分だと思ってたんよね。2時間でも帰るそうなの。2時間で十分思ってた。2時間でも帰る。2時間で。みんなもうすごい。そんな表情です。ああ痛いよ。ちょっと弱音吐かしてください。どうぞ。痛いです。めっちゃ痛い。足が痛い。内臓が痛い。こんなんみんなやってるのすごい。痛い。はい、弱音タイム終了。頑張ります。ちょうど坂がここから下りよ。長谷川も多分この差はちょっとびっくりしてるやろうな。いやー嬉しいな。多分クワガタもね悔しい思いしてるから。そうですね、その分の気持ちでもすごく、うん、ちゃんは、はい、リーダー的存在ですから。うわー、みんなの嬉しい。勝ち負けこだわってますけど、うん、こうやってでもやっぱみんなで頑張るって気持ちはあるんで。確かに今日は私が頑張る。はい、頑張れる人がその時に頑張ればいい。それが素晴らしい。前回は私が頑張れなかったんで。そうやな、はい、2人が引っ張ってくれたんで。確かに恩返しじゃないですけど頑張りました。はい、19キロもうコースが分からなくて。はあ、6周目もファイナルですね。さあどうなるのか。さあ今瀬尾ちゃんが桑形さんのタイムで言うともしかしたら1時間45分を切るんじゃないかというペースで走っています。長谷川さんも1時間50分切り。さあ光くんも来たということはもうあとちょっとです。いいよいいよ。瀬尾さゆりが体の痛みを耐えながら力で走ってます。いや前回3位悔しい思いをした瀬尾ちゃんがここでやっぱり仕上げてきた。さあラスト1時間45切りが見えてるのかどうかやね。さあラスト400ぐらい入った。さあラストの直線。瀬尾ちゃんがラストの直線。もう見えてますよ。みんな待ってくれてます。あーどうなる。ラスト300ぐらい、はい、10キロ、どうしようになった。はい、もうちょっと。あ、ピンクですね。お、来てる来てる来てる。いいペース、いいペース、いいペース。
ゴールここタイム行ったってタイムタイム言うてゴールさんタイムタイム言うてタイムローカルレースだったらこれ20台とかやったら3番ぐらいで入るぞ。46分11です。あの飲んで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 立ってる感覚あなんか足の感覚ない大丈夫ですか。誰より元気エナジーが誰より元気さあラストさあもう逃げる。いやでも長谷川もいいペースよ相当落ちないですよ。あ本当こんな落ちないあんなやっぱ背負線が上がってんねやこんな落ちないとさあ57分いいですもうでもやっぱり心配より足に来てる感じやねそういう時こそ腕振り右でそうまだ動くよまた腕振り腕振り吉田先生のコーチングを受けてはいさあ長谷川でも言うてる間にこれ長谷川ちゃんもゴールしました来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 たいやもうええ感じで来るんちゃう時間そうやろいやもう2時間切れるやんか来た50分切るんちゃう50分切るんちゃうフォームが別にそんなにさらっとこう長谷川ちゃん崩れた感じもなくそうよねちょっとやっぱ疲れてる感じはあるけどこれはまあある程度はそんな崩れてないですよねエナジーを見てたら嫌になるなっていうぐらい元気いっぱいでエナジーおっしゃ見えてきた誰より誰より元気けけけけやばい泣きそうけけけいいね泣いてもええぞって思ったらほんまにありがとうおっしゃみんな待ってる私生きる気変くなってきた48分やから50分いけるよっしゃ自分の足で頑張ってマジでいける来たよ20キロハーフ自分の足で頑張ってよっしゃあそこが泣きそうだしおっ上がった49分よっしゃお疲れよかったこれはないなすげえなわーすげえねゴールじゃあちょっともっぺん発表してすいませんさんが1時間46分、はい11早っ早い平均が5分1ですおぉすごい初めてです、こんな速く前、でもハーフ1回出たでしょハーフ、はい、伊賀上野で伊賀上野だ忍者マラソン忍者ハーフ、忍者ハーフいいですねその時何分やったその時2時間8分かかったんですよで、今1時間46分ですかだいぶめっちゃ成長あれ何年前ですか2年前なんで練習もしてなかったってへぇそれでも2時間8分で走ってたんやそうですね、根性ですね、あの時は練習してなかったでも今日は大幅に更新実力でいや嬉しいです、これは成長すごかったのでこれ、ジョダ君5分1ってすごいないや、男で多分なかなか難しいそうですよねすごいですよ嬉しいですねピッチが良かったっすね、本当リズムも良かったですそしてはい、長谷川瑞希さん、はい、1時間49分9秒です50分切り50分切りました。どういうこと？平均が5分10秒。うわ早い早い早い。すごい。疲れた。ユダ君はどうでしたでも。いや本当にあの、はい、長谷川ちゃんはしんどいところですごい我慢できてたんで、本当にあの根性走りあの松田瑞希さんから思いました。松田瑞希、野口瑞希、長谷川瑞希、来た。マラソン界の三大瑞希が揃いました。羨ましい。二人の瑞希さんの何恥
ないように水木は頑張っていきたいと思います。頑張りますよ。頑張ります。はい、さあもういよいよ決まってきましたんで、本当これがまあ練習としては結構ピークの練習かなというところになりますんで、いやもう本当にそこでいい結果が出せたんで本番も期待大かなと思います。そして今日ちょっと走れなかったクワガタさんがどうなるのか、まあでももうちょっと休んでね、はい、ここ休んで無理せずね、はい、これは大事、はい、休むのも練習です。はい、まあ、皆さんちょっと大会がどうなるか分かりませんけれども、まあ、引き続きね応援していただけたらと思いますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。よかった。ありがとうございます。リベンジできました。ありがとうございます。